れは秀吉殿と官兵衛殿だ。二人とも渋い顔をしている。姫。こんにちは官兵衛殿。秀吉殿も。お姫さん、いいところに来てくれたな。ちょっとこいつを見てくれねえか。金の器、これは秀吉殿のご趣味ですね。うん、見るも豪華でキラキラしいだろう。この世一の雅とは金なり。だけどこの軍師と来たらさ。はいどうぞ。趣味がいいとは思えませんと。こうだよ。だから金の魅力を解いてたわけ。これでもう数十回目になるけど。え、そんなになる。勘弁。いつも最後まで付き合ってくれてありがとう。礼には及びません。官兵衛殿は金はお好きではないのですか。特別嫌いというわけでもない。だが質素こそが幽玄の美。豪奢なものは所詮一時の映画だ。限られた美だからこそ得難い魅力があるんじゃねえか。にしても金の器は派手が過ぎます。拉致が開かねえ。一丁、我らが姫の意見を聞かせてもらうかな。どちらの言うことも一理あると思うけれど。金は確かに美しいと思います。見るものを明るい気持ちにさせてくれます。程度が過ぎるとうんざりすることもありますが。さすがお姫さんは分かってるな。やはり美しいもん同士惹かれるんだろうぜ。姫の言葉、後半は認識されなかったものと思ってほしい。日々のご苦労お察しいたします。秀吉様、間もなく客人が見えます。屋敷に戻られた方が良いかと。お、もうそんな刻限か。じゃあお姫さん、話付き合ってくれてありがとな。失礼する。ん、まだ二人の話し声が聞こえる。そうだ、そろそろ馬蔵の番を新調してんだが、いっそ金に。目立ちすぎて戦場などでは格好の的です。費用も馬鹿になりません。じゃあ蔵だけ、蔵だけでいいから。これは永遠続くな。私もどちらかというと官兵衛殿と同じく質素なものの方が好きです。姫、喜ばしいことを言ってくれる。姫なら華やかなものも似合いだとは思うが、何分飾らずとも美しいからな。ありがとうございます。この人も相変わらずどこまで本気なのか分かりにくい。秀吉様、間もなく客人が見えます。屋敷に戻られた方が良いかと。あちらに見えるのは光秀殿と蘭丸だ。何を話しているんだろう。ああ、卑怯か。こんにちは。こんにちは蘭丸。兄様。兄様。蘭丸。いや、何でもありません。ちょうど良いところに来たね卑怯。城の警護体制についてこれから信長様にご報告に行くところだ。蘭丸によると今なら信長様がお手すきらしいのでね。君も一緒に来なさい。はい兄様。蘭丸、先ほどからどうかしたのですか。体の加減が良くないとか。いえ、お気を使わせ申し訳ありません。実は以前から姫様に申し上げたいことがありまして。何でしょうか。俺はあなたの正体を知っています。は、はい。ご心配は無用です。この辺りに俺たち以外の人気はありません。このように
事情を知る者のみの間ではわざわざ光秀殿を兄様などと呼んでご兄弟のふりをしなくてもよいのでは。もしかして蘭丸が言いたいことというのはこれ？くだらない。ま、神妙な顔で切り出すからどんな話かと思えば、確かにこんな状況での演技は無駄だろうけれど、別段差し支えもないでしょう。常日頃から兄弟のふりに慣れておかないと、必要な時にボロを出す恐れもあるしね。出さないよう留意いたしますが。息は買っておくよ。蘭丸は釈然としない様子。やれやれ。では桔梗、君の考えは、私のことをどう呼ぶのが望ましいかな。やはり外では注意をするに越したことはありません。兄様とお呼びするのが良いかと。この呼び方にも慣れましたので苦になりませんし。そう、いい判断だね。そうですか。あなたがそうおっしゃるなら仕方ありません。まあ正直に言えばどちらでも良いのだけれどね。正体の露見にしかと注意していてくれれば私に文句はないよ。はい。蘭丸のこだわりは果たして何に起因するやら。どういう意味です？自分で考えなさい。さて早く信長様のところへ行くよ。蘭丸、取り次ぎよ。言われずとも。けれど胸に仕えていたものをお伝えでき、すっきりいたしました。お二人には感謝いたします。行きましょう。蘭丸があんな風に思っていたなんて。光秀殿と私の関係はやはり少し特殊なのだな。光秀殿とお呼びするのがやはり自然なのでしょうか。私の正体を知る皆さんの前でも兄様と呼ぶのは少し芝居じみた感じはいたします。はい、そのような呼び方をされているとなんだかあなたが遠く感じられていたたまれなかったのです。蘭丸。まあ正直に言えばどちらでも良いのだけれどね。なんとかしのいだけれどこの人を切るわけには。参る。華奢な女の腕でかなうと思わない方がいい。分かっただろう。里の任を果たせなければ待つのは死だけだ。言ってしまったけれど信じられない。私にはまだこの密書の指示が。それではまるで伊賀が安土を攻めようとしているような。獣を操ってきたのも同胞。そして私に安土の皆の急所を教えろと。待って、伊賀が関わっているかもしれないならまずは師匠に確認した方がいい。師匠に尋ねればはっきりする。この密書の真意について行こう。師匠は城下の林にとどまっているはず。急がなくては。師匠、反応がない。まさか任務に出られている。いや、今宵のうちにお会いしなければ付近を探そう。この気配は木の上から。どうした蛍。
師匠。よかった、お会いできて。いや、今は安堵している場合じゃない。師匠、この密書を見ていただけますか？密書？なるほど、うまく作られた密書だ。え？作られた？偽物の可能性が高いな。俺はこんな任務など長老から聞かされていない。お前が会ったという傘の男、お前を同胞とだけ呼んだのか？ええ。なら安土の盾が忍びだと知り、同郷の者を装ったのだ。安土の盾を撹乱し動きを止め、あわよくば信長の弱みを握る。相手はなかなかの策士らしい。そんな策士か。そういえば灯籠流しで準備されていたあの水攻めの剣、あれもよく練られたものだった。うまくいけば信長様以外も一挙に手にかけることができる巧妙な策だ。このままにしておいて、もし大きな悲劇につながりでもしたら。灯籠流しの夜、本能寺の時のようなことは二度と起きてほしくないと思った。あの方々を危険な目に遭わせるわけにはいかない。そうだ、事態は私一人で抱え込む問題ではない。今まで信頼を培ってきた武将の方々と共に危機を乗り越えるべきだ。師匠、この件について皆さんにお伝えしてはいけませんか？皆さん？まさかお前。ええ、信長様たちにお伝えしようと思います。やめておけ、言うだけ無駄だ。え？お前は安土の盾とはいえ伊賀の忍び、伊賀の仕業でないと言ったところで信じるはずがない。確かに師匠のおっしゃることもわかる。けれどやはり私も信長様たちを信じたい。いえ、皆さんならきっと信じてくださいます。なぜそう言い切れる？私が皆さんを信頼しているからです。あの方々なら分かってくださいます。甘ったれめ、どうなっても知らんぞ。心配でしたら師匠は里へお戻りください。ですが気運に終わらせてみせます。勝手にしろ。あ、師匠。お怒りになるのももっともだ。けれど私は皆さんを信じたい。城へ戻ろう。ふん、こんなものを正直に見せるなんて、君変わってるね。それはこの文が伊賀によって出されたものではないと確信しているからです。根拠は？天下統一を前にした安土に対して伊賀がこのような軽率な行動を取るとは思えません。弱いね。けれどこの文を信用し報復として伊賀を攻めたとして何の解決にもなりません。この密書を届けてきたくせ者は誰だかわからない状態ですし、さらに悪い事態になるやもしれません。お願いです、光秀殿、皆さんに話をさせてください。このままでは安土に危険が迫ってしまうかもしれない。そんなことあってはなりません。まあ、こんなものを見せられてしまった以上信長様にご報告せざるを得ないからね。まずは近しい者だけ集める。説明は自分でしなさい。はい、ありがとうございます。うん、
こりゃご説明した通り、これは先ほど私が受け取った文です。伊賀の忍びを名乗る者がこれを渡してきました。伊賀は絶対に安土に対してこのような謀反の姿勢を取ることはありません。おそらくこれは何かの陰謀なのではないかと。ですから安土にこれ以上危機が迫らぬようお伝えに参った次第です。しかしここにある通り、お前が安土の盾として我らを騙していなかったとも限らん。そうではないと言い切れるか。はい、誓ってそのようなことはございません。このような証拠がある以上、我らがお前の言葉を信じないことも大いに考えられる。それなのになぜ話した？それは私が皆さんを信じているから、だからこそお話ししました。私が真摯に訴えればきっと分かってくださるに違いないと。お姫さん、あの信長殿、僕は姫がおっしゃることは誠なんではないかと思います。ほう。姫は今まで安土の盾として力を尽くしていらっしゃいました。それが偽りだったとは僕には。家康殿。ええ、俺もそう思います。彼女の目には偽りがありません。我らのことを信じた、その清い気持ちに応えるべきではないでしょうか。頑張る信長様、俺も二人と同じ思いです。秀吉殿まで。信長様、いかがなさいますか？その前に貴様は何か言わずともよいのか？ええ、私はもともとこの子の言うことは誠だろうと思っていましたので、その方向に話が進むのなら特に申し上げることはありません。光秀殿、そんな素振りは全く。言うわ。蛍、お前の言い分は分かった。伊賀の席は問わず、くせ者への警戒を強めることとしよう。信長様、我らを信じよく打ち明けたな。褒めて遣わす。ありがとうございます。しかし本当に大胆なことをするよ。ですがそのおかげで安土に迫る脅威について一つ分かったんですし、その良かったんではないかと。喜んでばかりもいられません。現に癖者の正体が分かっておらず、未だ野放しになっているのですから。そうですね、確かに乱丸の言う通りだ。脅威を防げる可能性が増えただけで何も解決はしていない。何か、何でもいい、あの傘の人物の手がかりがあれば。そういえばあの人誰かに似ていたような。顔はよく見えなかったけれど背格好や雰囲気が。官兵衛殿に似ている。確かにそうだ。なぜあの時とっさに気づかなかったのか。ん？何か思い出したのかい？あ、いえ。とはいえまだ私の推測でしかないし、むやみに名前を出すべきではない。あの人とは刀を合わせた。官兵衛殿の立ち筋を見れば同一人物かどうかがわかるはず。文を渡されたばかりですし、くせ者はまだ近くにいるかもしれません。念のため
見回りをしてきてもよろしいでしょうか。ああ、構わん。ありがとうございます。では、早速行ってまいります。手合わせをしやすいのは修練所か。官兵衛殿を迎えに行こう。お姫さん。秀吉殿、どうなさったんですか。あんた、もしかしてこたびの首謀者に目星がついてんじゃねえかな。はい、実は確証が持てていないのであの場では伏せましたが、今から確認に行ってきますので、結果が分かり次第皆さんにはお伝えしようと思います。確認。文を渡された時、その方と刀を合わせました。もう一度立ち筋を見れば正体を特定できます。ですから手合わせをしようと思いまして。そうか、俺も相手の本質を信じればこそ挑まなきゃならねえな。どういう意味ですか。今にわかる。さっきの場では伏せといてくれてありがとな。くれぐれも無茶をしなさんなよ。秀吉殿、まさか気づいているのだろうか。秀吉殿、どうしたんですか。突然出て行かれましたが。うん、今宵の見回りでは一層身の安全に注意してくれと伝えたくてな。そうか、では話は終わりだな。みな、くせ者の剣について心に留め置くように。はい、承知しました。秀吉殿、なんだかご様子がおかしかった気がしました。何かあったんでしょうか。言われてみれば確かにいつもより神妙だったような。ご両人、神妙な俺から折り入って頼みたいことがあるんだが。